はい、はい、あ、こんにちは。今日はセンプレさんの財布が入荷したので、そのご連絡と、あといろいろオプションができるという連絡と、あとは もし今後こんな財布がいいっていうのがあれば、コメント欄で書いてください。じゃ、それでは本編スタートします。はい、お願いします。はい、お願いします。スタート。こんにちは。こんにちは。エレファントサイクルです。で、今日はセンプレさんの、カシメウォレットが再入荷したので、そのご連絡と、あとはいろいろそのカシメウォレットでも言ってもらえばカスタムができるみたいなので、その紹介をします。はい、よろしいですか。はい、はい、今回品切れをしてました、エレファントサイクルモデルを、一応3つ入荷しました。もう1個売れちゃってますね。1個はもう予約入ってます、はい、なんで2つ在庫がございます。はい、これ前回と全く変わってないんですけど、ちょっと今後これは革をちょっと薄くしようと思ってます。今結構分厚い革で丈夫には使えるんですけども、やっぱりちょっとかさばるということで、榎本さんからそういうお声もありましたんで、どうしても薄い方がいいんじゃないかということで、改良ね。はい、改良ということで、次からちょっと薄い革を仕入れて、それで作成しようと思ってます。はい、これとですね、こちらは、また普通の私のセンプレのモデルなんですけども、一応この、イエロー一つと、ネイビーとブラックですね。これ前回なかったんですけど、はい、これちょっと微妙な色違いですけど、ブラックとネイビーになってます。ですね、これ一応3つは在庫ですかね。ブラック売れてます。ブラックはもう予約入ってます。この2つ在庫です。はい、でこちらも、オーダーいただいたもので、1個オプションでこういうことができるっていうのをちょっとお伝えしたいんですけど、ここに輪っかをつけてます。 D リングをつけてまして、後ろにこう縫ってるような状態なんですけど、使ってらっしゃる方が今、長財布をレッドチェーンですかね、その財布ですけど、チェーンをつけたいっていう要望があったので、これつけれるようですね。はい、なってます。なんでこれちょっと今後あれなんですけど、もしエレファントサイクルで購入される際は、こういうのをつけたいとかいうのを、榎本さんに言ってもらったら僕の方に伝わりますんで、それか直接センプレさんのインスタグラムに言ってもらってもいいですか。はい、直接でもいいです。じゃあ直接でも大丈夫です。はい、なのでインスタグラムを検索していただいて、概要欄に多分貼っていただけると思うんで、そこから飛んでもらって直接メッセージから言っていただいたら対応できますので、大体オプションで、そのオプションにもよりますけども、ちょっとプラス金額をさせていただいてお作りするという形になります。で、前回言ってなかったんですけど、これコットン巾着ブック袋を、これ僕が一個一個焼き印をしてるんですけど、はい、これをちょっとお付けさせてもらってるんで、これもギフト用でも使えますし、自分のなんか小物類入れていただいてもいいんで、これも1個特典として使っていただけたらと思います。はい、ですね。はい、あともしなんかこんな財布がいいとかなんか要望があれば、コメント欄書いてもらってもいいし、センプレさんのインスタグラムに DM してもらってもいいし、なんか昨日インスタでちょろっと見た財布が僕いいなと思います。はい、はい、ぜひちょっとそれも今後ですね、紹介させていただけたらと思ってるんですけど、はい、ちょっと今手元に現物ないので、もしかしたらエレファントサイクルさんのカラーで出てくるかもしれないです。もうすぐオリジナル作りたかった。ちょっと今後そういうのもさせていただけたら嬉しいですね。そうですね。はい、あとさっきもう全然アドリブですけど、さっき要望があったらその。なんか2層っていうか小銭入れね。小銭入れ、うん、そう、ちょっとカードと小銭だけみたいな財布を、こう3層になってるんですよね、の中のこの2層だけでいいんじゃないか、これだけで使えるモデルもあっていいんじゃないかということですかね。ちょっと僕がオーダーしましょう。カメラマンさんがバイトリーダーがオーダーします。ぜひちょっとじゃあ作ってみますので、はい、できたらまた紹介をしていただけたらと思います。お願いします。はい、ありがとうございます。そのエプロンも素敵ですね。ありがとうございます。これはい、
普段あんまりつけてないんですけど。YouTube YouTube を YouTube をクリエントとか用にあの、はい、本当はつけてやりたいんですけど、ちょっと暑いんで、大体これ着てないんですけど。そう、自分で作ったんです。これはあの、楽天で買いました。楽天。ここだけつけました。あ、そうなんですか、はい、これも顔も全部自分でこれ、いや、ついてたんですよ、これ、はい、ちなみにそのエプロンはセンプルさんのサイトで買えるんですか。買えません楽天で買ってください。楽天で買う、はい、こういうのがいいです嘘がない、はい、まあ、今後ともあの置かせていただけますんで、あのぜひあの店頭で触ってみていただけたらと思います。はい、そしたら、センブルさんのインスタグラムは、概要欄に貼っとくので、気になる人はチェックしてください。で、金額が、7キュッパで6キュッパになります。はい、以上。以上ですか。はい。はい。あ、じゃあ終わります。はい。